きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、はい、中日ドラゴンズ、お、はいはい、こちらね、うん、まあ、片岡さんが一軍のヘッドになって、うん、ね、入荷どうなっていくのかっていうね、うん、まあ、外国人も含めて、うん、その中で、はい、崖っぷち選手、うん、こちらです。はい、立浪監督。監督からいきますか。やっぱり勝負の年でしょ、うん、まあ3年目、うん、やっぱ最下位最下位最下位だとね、うん、でも球団はファンの人のも増えて、はい、入場者数とかも、はい、だからめちゃくちゃ営業的にはいいらしいんだけども、うん、やっぱファンの人のね、はい、声がっていう、うん、あとやっぱり今年はかなり、うん、やっぱ本人もピリついてるらしくて、やっぱ頑張んなきゃいけないっていうね、うんうん、結果にっていうところで、貪欲にっていうところではね、うん、まあ、どういうね、うん、でもやっぱポテンシャルチームあるからね、打つかどうかだけだからね、うん、そういったところでは監督もかけプチラカじゃないのかなっていう、ね、ああ、なるほど、うん、確かに3年連続最下位はやっぱり本人としても避けたいですもんね。ね、さすがにね、うんうんうん、私やっぱファンもこの今の戦力だって、ピッチャーもいいピッチャーいる、うんうん、野手もここすごいいい選手結構いるじゃないですか、うんうん、タイトルホルダーもいるからね、うん、そんな中でなんで最下位なんだってやっぱ、うん、ファンも思っちゃいますもん ね、うん、しかもね、これがもし4位だとしても、うん、ひょっとしたら来年みたいな、ホップステップみたいなね、うん、はい、ところもあるけども、うん、最下位最下位最下位になっちゃうと、うん、ね、はい、ちょっとなかなか厳しいんで、うん、そこはやっぱり書きっぷちなんじゃないかな、うん、そうですね、はい、うん、と思ってまた今年ね頑張ってほしいですね。そうですね、うんうん、で選手、はい、梅津光大。おお、とうとう。いや、もうね、うん、トミー・ジョン、はい、手術を乗り越えて、うん、ね、昨年復帰して、はい、ね、昨年も3試合投げて、うん、1勝1敗、はい、ね、5-1.95、 いつもね、うん、もう期待してる。そうそうそう、で今年も大塚コーチとかと話してると、はい、まあ、投げ抹消的な球数も制限しながらやっていきたいみたいなところもあったけど、うん、はい、それでうまく1年乗り越えれたら、うん、怪我もなく、はい、来年いけるからね、うんうん、ポテンシャルあるから、はい、怪我しないでよ、崖です。おお、そこが大事になってくるんですね、うん、だからそれ、うん、多分球団としては、はい、そういう風なマネージメント、うん、まあ、最新の注意を払いながら、うん、ちょっと楽なローテーに、はい、なって投げていくと思うけども、うん、そこら辺はあんまり脅威すぎることなくね、うん、1年間怪我なくできれば来年見えてくるから、うん、でもまた今年大きな怪我するとね、うん、ちょっとかなり厳しくなってくるからね、はい、ポテンシャルいいだけに、うん、あと期待値もあるだけに怪我しないでよ、崖です。うん、なるほど、はい、今年無事に無事に乗り切れたらね、このリズム感分かってくるからね、はい、そういったところでは今年ね、うん、6年目、はい、ね、今年28歳になる年、うん、ね、どこまでになるのかっていうところはね、うん、勝負だね。続いて、はい、こちらです。根尾明。あ、ちょっとね、去年ね、うん、でもいい感じなのよ今。あ、そうなんですね、うん、去年はちょっとね、制球難になってね、うん、ちょっとなかなかフォームのバランスも崩してたけど、はい、今年ここまでね、お、キャンプも含めていい感じで、はい、あともう超真面目だから、うん、いや真面目そう、うん、でも練習の時も、うん、その頃は今中臨時コーチとか大塚コーチとかにも聞いたんだけども、はい、練習でじゃあライブ VP 投げました、紅白戦投げました、うん、オープン戦これから投げますって言っても、良くても悪くても、うん、終わった後確認でもうちょっと数十球ピッチングしようっていう、はい、おかわりピッチングっていうらしいんだけど、でそれをやっていこうっていう形で、うん、良くても悪くても反省修正して、はい、それを 次に持っていくっていうね、うん、本人がちゃんとそれを自覚してみたいな感じで、良かった悪かったで投げっぱなしで終わらないっていうところでやっていこうっていうところになってるらしくてね、はい、そこもまたいい形で進んでるんじゃないのかなっていうところとね、うん、もうそろそろ、はい、期待もあるから、うん、もうそろそろですよ、崖です。はいもうそろそろ出てこないとどうなっちゃうわけなんですか。危ない危ない期待値が下がる。まあそうですね、うんうん、しかも日本で一番二刀流いけるからね、もう DH あるみたいなもんだから、はい、本人打席入るから先発したら、まあそっか、そうですね、9番にで打てればもう、はい、二刀流みたいなもんだから、もっと野手ですからね、うんうん、だからそういった面では面白いじゃんね、うん、はい、二刀流一番できる選手だから、うん、プロ野球で、はい、今ちょっとねこれかき乱してほしいね。ちょっともう第二の大谷選手みたいなあるからね、ちょ夢見たいよね、うん、はい、だから楽しみだから、まあ頑張ってほしいっていうところもあるけども、はい、まあ、そこがどこまでいけるかがね、うん、勝負の年かなと。でこれ辺うまく頑張ったらね、はい、立浪さんの崖もね、うん、なくなっちゃうからね。そうですね、うん、うん、本当頑張りどころなんですね。そうだね、うん、で続いて野手、はい、野手はね、こちらです、はい、中島博之。
おお、移籍してきて今年次第ですよ、はい、2000本安打掛けです。わー、いけるかっていう、やっぱ今年そこそこのもんを見せとかないと、はい、うん、っていうのもあるじゃんね、はい、でもこの年にもなって今年42歳、はい、42か、うん、にもなっていく中で、はい、ね、あと72本ヒットがね、はい、だからそこそこやっぱ今年で代打でも何なりでも戦力になりますよっていうところを一軍で見せとかないと契約してくれなくなる可能性あるじゃん、はい、さすがにね42になりますしね、うん、でそうすると2000本、はい、いやギリ届かなかったっていう人いっぱいいるから、谷さんとか、はい、高橋おしいこさんとかもそうだし、うん、いっぱいいるから、いやそこどうにか到達したいですもんね。あとまだ200ぐらいって諦めつくやん、はい、100切ってるからね、うん、正直そうですね、うん、でもそれでも72本は、うん、いや結構この使われ方だと3年はかかると思うね、うん、正直ね、そうですね、でそうなったらやっぱ今年しっかりしたものをドラゴンズで見せとかないと、うん、やっぱ契約の問題にもなるから、うん、2000本達成までの崖です、うん、やっぱなかなかこうもうスタメンでっていうのは、そうだね、難しいですよね。あとビシエドとかもね、うん、なかなか出たらビシエドもいるし ね、 そうですね、同じファーストのね、うん、ってなったらまあ代打とかになってくるだろうからね、はい、若干まあドラゴンズは代打が弱いっていうところもあるからね、うんうん、そこにチャンスはあるだろうけども、はい、本人の2000本に向けてもね、うん、これはちょっと今年1年の頑張り次第で来年以降って考えるとね、はい、ちょっと大事な年になってくるんじゃないのかな、ね、まだできるぞっていうところを見せるという、うん、そうだね、うん、続いて、はい、高橋周平、おー13年目今年30歳、はい、1月になったばかりだから31歳の年、はい、うん、これはもう頑張らないと、はい、若手に変わろうとしてるからね。でも去年がもうね、うん、やっぱ石川選手が、ね、そうだね、で、うん、二遊間もね、はい、いるしどんどんね、うん、出場試合数も減ってきてるっていうところではね、はい、頑張り踏ん張りどころだね。いや結構踏ん張りどころですね、うん、一歩間違ったら一軍にも入れなくなる可能性あるからね、うん、いや本当ポジションがなくなってきますもんね、うん、そうそうそう、だからやっぱこれに人生をかけた勝負だね、うん、うまく踏ん張れるかどうかっていうね、そうですね、うん、うん、いやもともとチームの本当顔ですからね、うん、うん、で続いてもう一人います、はい、まだいる、リューク、はい、おお、崖です。何崖ですか。危ないよ崖です。危ないよ、ざっくりと危ないよ、はい、うん、だってまあね、うん、田中美希はもう怪我から復帰してきて3イニング守ったっていう情報もある、はい、ね、村松いる、ね、結構福永選手がね、福永もいる、でルーキーの辻元いる、うん、松田もいる、うん、はい、でカリステいる、うん、ね、で山本来た、はい、ってなってきた時にもう大渋滞よ。いやめちゃくちゃ渋滞してますね、うん、で大渋滞の中、うん、ね、二軍なんだよ、うん、危ないよね、まあ、昨年はね114試合に出たけども、はい、1割8分7厘と、うん、ってなってきてね、最後カット打法めっちゃしてたけどね、うん、いや確かにもう今一軍にいる人たちでも大渋滞してるのに、うんうん、という、うん、で結構ルーキーの辻元選手もアピールしてるし、うん、移籍してきた、ね、山本選手も打ってるし、うんうん、ってなると結構居場所が本当にこう難しくなってきますね。これ本当ねハマっちゃうとね、うん、みんな若いじゃん、はい、リュウ君も若いんだけど、うん、ハマっちゃうと、はい、もうないんだよ、何もなくなっちゃう、うん、そうですね、ピンチだからもう一軍に、うん、はい、上げなきゃいけないぐらい二軍で打たないと、うん、こうちょっと危ないよね。そうですね、順番もかなり下がってんじゃない、うん、まあ、去年1年間の成績でね、はい、うん、だってドラゴンスカイだからね、うん、もうドラゴンズみたいなもんやん。いや本当そうですね、うん、うん、でもちょっと崖だね、はい、これは、うん、危ないね。でも2軍にめちゃくちゃアピールして、うん、っていかないと、うん、若いのもいるしね、うん、新人も取ってるし、はい、外国人もいるし、うん、ってなったらね、そんなめちゃくちゃ足が速いわけでもないから、はい、ダイソー要員もなかなかっていうところもあるしね、うん、これちょっとピンチだね、はい、ピンチですね、うん、うん、まあ、こちらの選手たちかな、はい、崖はね、いやちょっと本当に二遊間今年誰が使われるのかっていうのもね見どころですよね。これも鳴かず飛ばずになったら本当危ないからね、はい、立浪さんの崖が危なくなるからね、うん、ここはまるかどうかはね、いやはまってくれないとっていう、うん、あとビシエドの使いどころだね、うん、そういったところも含めてベンチワークね、うん、特に野手ピッチャーはそんなに困らないだろうけど、はい、特に野手はねベンチワークかなり大事になってくるんじゃないのかなっていうね、うん、ところはあります。はい、そうですね、はい、